歌舞伎市川團十郎さんファミリー気になる話スタートします。市川團十郎さん、堀越勸玄君が頭を抱える理由に切ない。堀越勸玄。歌舞伎俳優の市川團十郎さんが SNS を更新、ハワイで息子の勸玄君が頭を抱えた理由を明かした。團十郎さんは一応勉強もというタイトルでブログを更新、勉強になると頭を抱えると勸玄君の様子を写真とともに説明し、終えたら海かプールに行こうと綴った。引き続き気持ちを切り替えてのタイトルでブログを更新し、宿題で勸玄の心が折れ気味、お姉ちゃんが手をつなぐ優しいの内容で締めくくった。ファンからのコメントは、カンカン、宿題ちゃんと持ってきたのね、偉いです、頭使うっていいことですね、抱えたくなりますよね頭、子供の頃母に宿題したのと言われるたびに一気に気持ちがドヨーンとなりましたもの。あー辛いね、カンカンの気持ちすごくわかるわ。夏休み前から始めた宿題、まだ終わってなかったのですね。遊びもいいけれどやることやらなくちゃね。勸玄君、頭を抱えながらのお勉強姿かわいいですよ。私の感想は、私が小学生の頃は7月中は遊びまくり、8月の中旬今の頃も遊びまくり、始業式9月1日の2日前からようやく夏の宿題に取り掛かる。ドリルの宿題は一気に仕上げるが、絵の宿題が間に合わない。毎年後悔しましたが、この習慣は50歳を過ぎても治りません。本当に私は追い込まれないとやらないたちだったんで、本当に毎年結末になると後悔していた小学生の頃でした。市川團十郎さん、堀越勸玄君が頭を抱える理由に切ない、堀越勸玄でした。ご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。